第25回衆議院議員総選挙の無効票、該当者なし無効票とは、定められた要件を満たしていないとして、効力が認められない、票のこと。日本では、公職選挙での投票の効力は、公職選挙法第68条で定められており、法律に反した投票は無効になる。法律で規定されている無効票は、以下の事例がある。 所定の用紙を用いない場合候補者の氏名以外を記入した場合候補者の氏名に、多字記載をした場合1枚の投票用紙に、複数の候補者、政党名を記入した場合候補者の氏名を辞書しない、場合候補者の氏名を確認しがたい場合このほか、選挙のたびに、係員が間違った投票用紙を渡し、前期概要の位置に該当して、無効票という事例が報道される。 ネット環境の発達に伴い、有権者が自らの無効票を撮影したものを SNS 等にアップロードして炎上する事例も確認されるようになり、有権者のモラルが問われる事態に発展している。アメリカ合衆国では、連邦の選挙も含め、一義的には、州当局が選挙の責任を負うため、投票のシステムや無効票の判定基準や作業は、各州の定めによる、 無効票の判定基準や判定結果が合衆国憲法の定める平等な投票権に関する問題とされた場合は、連邦の選挙、州の選挙を問わず連邦裁判所の管轄となる。2000年大統領選挙では、フロリダ州で僅差となり最終形を行ったところ、パンチカード式投票用紙が用いられていた軍において、投票者が先行しようとした形跡があるにもかかわらず、 穴が開ききっていない票が大量にあり、それらが無効表とされていたことが判明。人手による再判定の基準や再判定の回数について紛糾する。最終的には連邦最高裁判所で決着。スウェーデンでは規制政党への脳の意思表示としてしばしばドナルド・ダック党への投票が行われ、得票が必ずある。ありがとうございます。